スナックランドは宝の山。宝の山に分け入るとはまさにこのことだ、と僕はその時思った。JR の池袋駅の地下道でスナックランドを発見した時のことである。ディズニーランドが愛と夢と希望と冒険のすべてが叶えられる楽園であるとするならば、スナックランドは食のあらゆる愛と夢と希望と冒険を叶えてくれる楽園である。西武デパートの手前の地下道に、間口およそ15メートル、奥行き8メートルほどのスナックランドがある。この中に一歩立ち入れば、あなたが食べたいと思ったものは何でも用意されている。さあ、あなたが食べたいと思ったものの名前を言ってごらんなさい。ラーメン？あります。寿司？あります。スパゲッティ？あります。サンドイッチ？餃子？天丼？今川焼き？たこ焼き？焼きそば？串カツ？冷麺？はいはい、何でもあります。ないものはないと言いたいところだが、ないものもある。高級なものは一つもない。ここはいつ行っても押し合いへし合い、およそ200人ほどの客が全員立って何かを食べている。そのありさまはまさに壮観である。つり革のない満員電車の中でみんなが立って何かを食べている。そう思えばいい。無論おにぎりなどの安全なものを食べている人もいるが、カレーとかかけうどんなどのすぐこぼれて危ないものを食べている人もいる。ここではすべての人が立っている。老いも若きも店員もみんな立っている。なぜ立っているかというと、椅子が一つもないからだ。その数およそ200人。椅子がないとこんな狭い場所にこんなにも大勢の人を詰め込むことができる。値段が安い。カツカレー450円、スパゲッティ280円、天丼380円、カレー350円、きしめん280円、ラーメン300円、きつねうどん250円、握り寿司380円から530円。どうです。椅子がないとこんなにも値段を安くすることができる。飲食店というものはいかに椅子代がかかっているかということがよくわかる。椅子がいかにいけないものであるかということがよくわかる。それにしても安い。それにしても何でもある。食べ物天国スナックランド。僕の心はワクワクランド。まさにあたりは宝の山。おもちゃの国に迷い込んだ幼児。砂糖壺に落ちたアリ。一遍行ったら病みつきになって2日連続して通ってしまった。なんなら住み込んであれこれ食べてみたいとさえ思った。店内全部がカウンターで、その周りを人々がうようよ歩き回っているから、なんとなくお祭りの夜店の雰囲気がある。そういうお店が周辺をびっしりと取り囲み、真ん中辺に2つのカウンターの島がある。人々はこれらの店の間の隙間をうごめき回りつつ食べかつ飲む。全国の夜店屋台関連業者総決起大会が連日開かれているといったような雰囲気だ。店の両端に入り口がある。向かって左側の入り口から入るとエスニック丼、冷麺、次がスパゲッティ、ピラフ、うどん、ラーメンと続いていって寿司に至る。中の一つの島はサンドイッチ、おにぎり、天丼、牛丼、定食、コーヒー、カレー。二つの入り口の間は餃子、シューマイ、中華丼、人気あり。肉まん、たこ焼き、今川焼き、焼きそば。
おにぎりのコーナーはなぜかフライものも一緒にやっている。串カツの人気が高い。一つのお皿におにぎりと串カツ、アジフライなどを乗せて食べている。だから下手をするとフライにかけたソースがおにぎりの方に漂っていっておにぎりを浸水する場合がある。僕の隣の着物の上に着物コートを着た65歳ぐらいのおばあさんは背が低いので顎をカウンターに乗せるようにして串カツを食いちぎろうとしているが入れ歯なのでなかなか食いちぎれない。串カツにはたっぷりソースがかかっているので口の周りをソースだらけにして奮闘している。きっとここの串カツのファンに違いない。普通こういう店は女性は近寄りがたい立ち寄りがたいものなのだが、この店は半数近くが女性である。 OL も女子高生もおばさんもおばあさんもいる。みんなこの店のファンなのだ。430円の天丼を取ってみた。店によって値段が違う。小エビの入ったかき揚げと味天がそれぞれ一つずつ。素材の小エビに今一つ力がなく、味の油の切れにもう少し心配りが欲しいといったような論評は一切無用。何しろ出してくれたお冷やの紫色のプラスチックのコップの縁が欠けている。プラスチックのコップの縁が欠けるに至るまでのそのコップの長い歴史を思いやればそれでもう十分だ。正直に言うと決してまずい天丼ではなかった。430円分の仕事は十分してあったと言える。カウンターで押し合いへし合いしながらカレーを食べていた青年は活路を求めて通路にはみ出た。はみ出て急に楽になったせいか青年は膝と腰でリズムをつけながらカレーを食べ始めるのであった。近寄って聞いてみるとリズムとともにふんちゃふんちゃという音声も発しているのであった。カレーの踊り食いである。カレーを食べながらなんとなく体が動いてしまう。そういう雰囲気が店内にあることは確かだ。物を噛みながらでも音声を発することができるものなのだな。天丼を食べつつ僕は新しい発見をしたのだった。